キンプリ平野仕様に立ちかわしるスラック、この漫画がすごい、1位ドラマ化の際は、主人公は平野くんに、と、激、し、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズ、キング、プリンス、の、平野仕様2五が、23日 TBS、K 昼帯、午前、に、生出演。 共演したコメンテーターで落語家の立川シルスラク59からドラマ出演を進められる一場面があった。平野は主演ドラマ、クロサギの最終回 PR のため、同局の生番組をジャック、エンタメファンのコーナーに登場すると、ドラマの大ファンでマックのめぐみとしあき58はめちゃめちゃ面白い。大変、俺今日どうしよう。 ちょっと10分前から正座してみようと思います。頭の中整理しながら、と大興奮。平野も、早いです、早いです、と笑顔だった。この日、番組では宝島社が選ぶ、この漫画がすごい、2023を特集。 男編ランキング1位に選ばれた黙々連さんの光が死んだ夏は主人公よ、四季と親友、光を描いた青春ホラーで平野も読みたいです。すごい気になる、面白そう、と興味津々だった。この漫画を読んだ心楽しは多分ドラマ化されて、吉木は平野くんがやると思います。何か似ているもん、すごく。 と平野による実写化を期待した。めぐみがこれに出演が決定しましたよ。スケジュール明けと言ってくださいね。お願いします。と乗っかると、僕ですかいやいやそんな。と苦笑いしていた平野も、早急に読みます。とにこやかに応じた。心楽しの発言にツイッターでは、ぜひ、ドラマ化の際は平野仕様の起用をお願いします。M、やってくれたら倒れる。興奮で。 心差し落しありがとうございます。くんの演技いっぱいまだまだ見たいよ。と盛り上がった。